資産投資の資質の見直しについて、ご相談いただいているんですよね。家賃を見直す、通信費、保険、固定費とかですね、見直しのポイントがあります。まず一番大きいのはやっぱり家賃なので、無駄な、家賃を払ってないかと。よく言われるのは月収の3分の1ぐらいというんですけども、それよりも全然下げても問題ありませんので、それにとらわれずですね、できれば安く住めるところを探しましょう。で、通信費もですね、格安 SIM はもう必須ですね。楽天モバイルで月2000円とかだと思いますので、それに変えるのは必須だと思います。あとはですね、保険ですね。保険、日本人好きで、貯蓄とともに保険が好きな国民ですよね。で、保険も無駄なものが多いので、基本的に見直しが必要だと思います。こういった固定費を見直せば、すぐに投資のお金が貯まります。フィリピンですね、移住された方がご相談で、マッサージについてですね、僕もマッサージを